あの東京オリンピックもう大成功でねもう大成功と言っていいと思うんですよ今,今の時点でねで僕一つだけ心配なことなんですよ本当にもうそういう心配で心配で考え始めると夜も眠れなくなっちゃうんであもういつかその心配なことが実際に起こってしまうんじゃないかと思うと本当にねもう大丈夫かなと思うんですよでそれは何かっていうとまあ <coughs> 表彰式の時にねこうやってトレーの上にこうやって。 メダル乗せてくるじゃないですかあれ見てると金メダル銀メダル銅メダル同じトレイに載せてるんですよ。いやそんなことはないだろうとないだろうとは思うんですけど銅メダルの選手からこうやっっっってててて取くださいって言って取りますよねあの時に自分が銅メダル取ったのにあれこれ金メダルかなって,って金メダル取っちゃう選手が出てくるんじゃないかって <laughs> 心配なんですよ。いやそんなことはないだろうと思うんですけどあのー、ねえ 昔話でなんかほら湖に斧を落としてあなたの落としたのは金の斧銀の斧銅の斧みたいなのあるじゃないですか。あなたのが取ったのは金メダル銀メダルそれとも銅メダルって言った時にいや皆さんね選手は正直に自分のメダルを取ると思うんですけどそこで選手があちょっと、うん、銅メダルだったんだけどちょっと金メダルにしちゃおうかなみたいなことがないとも限らないっていうかね。 あと僕思うんですけど皆さん選手競技が終わったあとで疲れてるしねそれから興奮してるし間違っちゃう人出てくんじゃないかなと思って競技を終えてなんかね例えば銅メダルの選手があれこれ金メダルだったんだっけとかにいら金メダル取っちゃうとかあと金銀はね間違いないと思うんですよ銅メダルと金メダダルルとと金っっててちょっとなんか色的に似るる気がすすんですよだから特に銅メダルの選手がなんか金メダル間違って取っちゃうことがあるんじゃないかなっていう こう気がしてるわけでもっと言うとあのボケかます選手出てこないのかなと思って分かんないですよねあのオリンピックの世界も何ていうかユーモアのある方がいらっしゃるかもしれないから「いやちょっとこれ俺銅メダルなんだけど金メダル取ったら取ってこうやってやったらお前ちゃうやろ」ってなんか <laughs> 突っ込んでもらえるかなみたいなえっ、ー、とボケかます選手出てくんじゃないかなと思ってすごい心配なんですよね。で僕あののこれね大会会組織委員方々 運営を話し合うときにね一応そのことって議論されたのかなってのに興味あるんですよそのいや <laughs> 同じトレーの上にこうやってねギンギンと乗せていくんだけどいやひょっとしたら選手によって間違えたりとかボケかましたりとかして取っちゃう人いるかもしれないですよね銅メダルかなのに金メダル取っちゃったりしたら「あら」みたいなその時我々どう,どどうするんですかねあれ大会のなんか心拍がこうやって走ってきて「あんた違う」と「ピピピピ」とか言うんですかね教育的指導するんですかねこうやって注意。 <laughs> ど,うどういう、そのもし、ま、万が一間違って取っちゃったらどうすることになってるのかってマニュアルに書いてあるのかなっていうのがすごく気になっちゃうんですけどまあね、でもそんなことは実際には今まで起こってないんでしょうしこれからも起こらないと思うんですけどただこれ、一つの認知実験でね、まあ、いろんな理由で人間って間違っちゃうこともあるだろうし意図的にボケかますこともあるだろうし、まあ、その今回のオリンピックでメダルが数,数百個ぐらいあるんですかね、競技の数でいうとね。 一人ぐらい間違える可能性あるんじゃないかなと思っていや人間って多様だからいろんなことやるから一人ぐらい間違えちゃうことあるかもしれないからそれが起こるのか起こらないのかっていうのがあの心配で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 そのことを考え始めると夜も眠れないってこともないんですけど以上東京オリンピックで一番心配なことというお話でした <laughs> 何もないですこれ終わりですはい皆さんもそういうわれると心配になってくるでしょ